りさです。うなです。のりばんでーす。はい。ということで今日は、ゆりばん、ほら、ライドに行きまーす。やったね、ゆりです。やったね、ゆりです。今、なんかに行くということで、なんかもうゾンビ仕様みたいな。もう完成ですよ、ゾンビよりも怖いよね、みたいな。まず、うち、血色ないからさ。でも、ガチお化けやんな。今日は、その、ハロウィンということで、ちょっとこう、赤っぽいメイクを意識したいなっていう。でも、驚いたねー。ピカピカ叩いてて。なんでクレヨンしんちゃんの劣化版みたいな。劣化版で言うの。頭もない。じゃあいつもメイクするときはインスタで可愛い女の子を漁ってきて、あ、いいよ。それを見ながらメイクするか。じゃあなんぼまでしよう。最近一番可愛いと思ったのはこの人。めっちゃ綺麗じゃん。美人。いや美人って感じ。でもメイクもまあまあ来ない。来ない。やったらまだあれそう。努力できそう。わかるやろ。やっていきます。ベージュ系にしよう。家には行くの久々ちゃん。普段、うん、あの夏ぶりやな、リサちゃんと。ああ、マジ船橋には行かんからさ。行ったら楽しいって思うけど。うん。月1、2回行くで。だってせ、おとといぐらいも。おとといも行った。やばない。なんかその、なんか早年発カイヤーみたいな、これどっかの話もしたかもしれんけどさ、うん、年発カイヤーみたいな、うん。なんか買ってしまったら、あ、3回は行って元取らなあかんって。使命感で、一回大学生の時に勝ってんけど、3回目がなかなか行く機会なかった。で、めっちゃ無理やり行った最後が、うん、その、掘らないとやってる。あー、嫌な思い出。そう、ほんで嫌やなと思って、なんか、もういいや、みたいな。もう買わねえぞって。そうそうそう。掘らないとの思い出とかない？掘らないとの思い出は、第一の時に好きだった男の子と、うん、チャッキー行って、うん、で、その好きな男の子の前に、キャーって言いたかったんやけど、ほんまにビビる好きで服めっちゃ引っ張るっていう。どっちがチャッキーやねんみたいな。お前の方が怖いねんってなるやつ。あれも言ったわ。自分でお分かりいただけただろうか。自分で会見でしましょう。なんか自分でさ歩いていく、行ったらゾンビに遭遇する。フォレスト的なやつ、森の中歩いていく。あ、それ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 。までついてこれる人何おるんやろっていう話。え、そんなあれなん、マイナーなん、あれ何年前だって。フォレストとか5年ぐらい。怖い。リサちゃんさ、うん、友達とさ白天使と悪魔みたいな、結構ガチのもう真っ白みたいな、ウィッグかぶって顔もめっちゃ白くして、あのゴスロリゾンビみたいなのもおるやん、ロリータゾンビみたいな。であの辺の地区にあって、かわいいみたいな感じで見とったら、前におった女の子がギャーって。普通にゾンビ見てんねや、ゾンビが。後ろ見られるのに、後ろパッて見んねや、私がギャーって言われて、みんな一緒にギャーって解いていくのに、リスちゃうって。違いますけどゲストみたいな。なんかほんまに気まずい。で、なんか、あ、違うみたいななった時のみんなの気まずさな。こっちも気まずいし、みんなも気まずい。いや、なんかすいごめんなさい。あ、私一番好きかもしれない。でもあれは確かに間違えられても、仕方がないぐらいのクオリティやったな。やっぱあれ結構クオリティ高かったよな。ちょっと優しく欲しかったし、ユニバに。いや、フナ白すぎん今日。なんか黒着てるから見て。マジ物抜けって感じ。物抜け？物抜けはまだちゃうって。ジブリあんま見たことないからな。そんなリサめっちゃ映画好きとかいうタイプでもないけど、普通に人間のある程度の映画は見てるって感じやな。タイタニックとかも？あ、見た。リサタイタニックめっちゃ好き。ねんけど、なんかその友達と行った時に、昨日、おとといか、ハリーポッター乗ったんやん。うん、ハリーポッターはガチで好きやな。セリフ全部覚えとったぐらい、マジで好きやって、やっぱハリーポッターいいよな、みたいな、世界観が、みたいな、トータルコートやねんって言ったら、見たことないって言われた、うん、その友達に。で、フナッシュも見たことないって。で、リサ、国民の必須やと思うの、ハリーポッターって。で、リサ、ドン引きやって、みたいな。チーやねんけど、え、チーさ、みたいな。なんか、恐竜のやつも見たことないし、みたいな、ユニマンのあるやつ全部見たことないみたいな言われてさ、これドン引きやったの。スパイダーマンも見たことない。え、ほんまにありえん。どうやって生きてたん。え、だからなんかその友達に、え、ほんじゃありさユニマンめっちゃ楽しいんじゃんとか言われて、いや別にユニマン楽しいかどうかって、まあ楽しいけどさ、でもさその世界線とかもあるからさ、まあ、ディズニーとかもそうやけどさ、楽しいがさ増すわけやん。まあ、見ようと思わんの。そうなら、なんでディズニーも見やもんの話。そう、まあ、ディズニーは正直親の好みやと思う。なんかリサはそのなんていうの、ユニバにある映画とかディズニーのやつとかはなんか全部見てんのが普通やと思ってたの、うんうんうん、リサこれで生きてきてるから、うんうん、でもそういう人に触れ合って、あ、リサって普通じゃないんやって。だからもう普通が分からへんよな。あ、確かに。何が普通なの。
でも大体みんなが通るのはアンパンマンちっちゃい時に行ってからのディズニーチャンネルじゃないの普通はな。アンパンマン通らんかったね。日本の文化にあんま触れてないかも。めっちゃ生きたことないこのウズのアイライナーさ、うん、喋られへんかった。この前スメのアイライン教えてって言ったのに、ロフトで売ってるやつとかいろいろ教えてもらってんけど、うん、なんせリサの家がマジど田舎やからロフトなんて近くにないわけ。薬局でウズが置いてたの、ウズもいいなって言ってたなと思ってウズを買ってみたの。まあ弾きやすいけどライブの時に弾いていったので、大阪公演やって大号泣した時あるやん。大号泣パッて鏡見たら落ちてなかったよ。すごい、これ汗もかいたし一日中メイク直ししてなくって落ちてなかった、これすごい。みんなが言うだけあった。今日あれらしい、今日っていうか、今ユニバでクロミット写真撮れるらしい。行きたな、ちょっと行きたいかも。今日寒いらしいで、今日ガチ寒いで、だって19度。おばあちゃんや、おばあちゃんってさ、H のことなんかさ、うちのおばあのおもろい話聞かせていい？なんか、うちの車ホンダやねんやんか、うん、何の車乗ってるんですかって言ったら、あ、それホンダの何々みたいな感じで言えばいいやんか、うん、うちのおばあちゃん絶対さ、なんか誰かに何か言うとき絶対あの、H のホンダのだからこれとか H の品数ホンダの説明するときだけ H のホンダっていうねなんでなんで、しかもそのちゃんご自慢なエッチエッチのホンダ、しかもフナッシュのおばあちゃんめっちゃおらない。ヨシキ好きやん、ヨシキでだったらヨシキの出演情報送ってくるやろ。ヨシキ情報めっちゃ送ってくる。しかもそのガチファンじゃないねんで。ガチじゃないんや。テレビに出てたら絶対見るっていうぐらいで、そのライブとか見たこと別にないし、めっちゃおもろいよな。めっちゃおもろい、かわいいね。はい、できたー、完成でーす。そんな感じです。全部すっ飛ばして出来上がりましたけど大丈夫そうですか？大丈夫そうですか？いやでもあれやのんな、悩むのんな、ユニバーの中で。うんね、そう、とりあえずこれをつけてるんですけど、なんか悩まされるみたいでやっぱりカチューシャは審査しないと。うちら1万円企画を取りに行くので、楽しみ。あくまでもユニバーの1万円企画久しぶりですね。そうですね、今日は涼しいので伸び伸びとできる気がしますね。はいはい、この辺でありがとうございます。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは最後、リコーダー、せーの、うー